ナルフ・ロッシジャーニは、ドイツの元プロボクサー。身長183センチメートル。元 WBO 世界クルーザー級王者。世界2階級制覇王者、グラシアのロッシジャーニは辞九1983年11月5日、プロデビュー。1985年8月21日、ドイツクルーザー級王座を獲得。百八十六年十月三日、 エブヨーロッパライトヘビー級王座に挑戦するも0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。1989年4月8日、エブヨーロッパライトヘビー級王座に再挑戦するも1から1の判定ドローで王座獲得に失敗した。1989年12月1日、ドイツクルーザー級王座に返り咲いた。1991年5月4日、 ドイツヘビー級王者マルクス・ボットに挑戦し、判定負けで王座獲得ならず。1992年10月2日、WBO 世界クルーザー級王者タイロン・ブーズに挑戦し、0から3の判定負けで世界王座獲得に失敗した。1994年5月7日、ドイツクルーザー級王座に挑戦するも、判定負けで王座返り咲きならず。 1995年6月10日、WBO 世界クルーザー級王座決定戦で、カール・トンプソンに挑戦し、11回 TKO 勝ちで、世界王座を獲得した。同王座は6度の防衛に成功した。1997年10月4日、カール・トンプソンと再戦し、1から2の判定負けで王座から陥落した。1999年9月18日の試合を、 最後に引退した。引退後は弟グラシアのロシジャーニのトレーナーを務め、2006年11月にドイツで設立された弟のジムでトレーナーを務めている。ありがとうございます。